ティートッポスでーす。大分市高城。え、シャインマスカットです。いや、めっちゃ悩むな、これ。相当でかいな。うん。予想以上にでかい。こちら。シングルで。マスターの頭。別府の商店街の中ですね。ジェノバにやってまいりましたー。2色ですね。めっちゃ重量感ある。重たい。はい、しもい話をしてましたけどキューティートッポスでーす。大分市高城、はい、というわけで、アイス買いに行ってみましょう。アイスがいい、アイスがいい、アイスクレープがある。シャインマスカットです。いや、めっちゃ悩むな、これ。石垣芋、石垣芋、芋がある。芋がないっすか。モンブラン系かな。え、俺なあ、こういうとこ来たら冒険好きな人なんやな、俺。焼き芋です。ちょっと違うクレープにして焼き芋でもいい。あ、じゃあそうしようか。じゃあ俺、あのバナナにしよう。バナナ。もうちょっと。え、ちょっと、コーヒー気になるのね。これはコーヒーでしょ。一つ、シングル。うん。ダブルにしよう。え？アイスクレープ。1個で。え？アイスクレープダブルにできるね。なんだ。なんで。なんだ。なんで。お寿司。いや、こんなん水やから太らんじゃん。あ、それがいいよね。え？それがいいよね。大丈夫。やだ。シングルで。クレープのそのトッピングでアイスで。あ、はい。それが焼き芋で。シングル？シングル。あ、俺、うん、シングル。シングルのイタリアンコーヒーで。はい、購入しました。アイスクリープの中のアイスが焼き芋です。はい、見せて。相当でかいな。うん、予想以上にでかい。でかい。はい、食べてください。いただきます。どうぞ。クレープからやな、当然。うん、美味しい。カリカリしてます。うん、なんかポリポリっぽいね。うん、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 生クリーム。おう、わー、太る。体着だったら静かにしてなんてカミカミやな今日。うん、うわ、焼き芋なんですけど、うん、なんかちょっとお酒が入ってる。え、アイス。うん、味がする。うん、ふん。そしてマスターが、こちら、シングルで。マスターの頭。そう、マスワタ。違う。なんで略したの。なんで俺略したの。マスワタじゃねえよ。それもそれ。はい、イタリアンコーヒーやったかな。うん、はい、食べてみたいと思います。じゃないですか。あー、しまった、マスク。
うん、あ、もう俺の好きな味。うん、うん、お、楽しんでました。うん、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 ふふ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 ふやばいとこにこぼしたよ。変なことなんだこれ。もうちょっと見て。やだよ、なんでよ。これ趣味になるやん、この変なところに。やめてくれ。ないよ、そんなマスターこぼした。いかんよ。なんでここにこぼした。なんかちょうどなんかこういい感じになんかこうとなんか溶け込んでいきよっけど、ズボンに。はい、ということでキューティートップスの、アイスクリームでした。じゃあねー。バイバイ。ゲッツでございます。ジェスさん、いや、チカさん、チカタン、チカタン。そこです。ということで別府の商店街の中ですね、ジェノバにやってまいりました。ジェラート、ジェラート並んでますよ。大人気ですね。え、シングルとラージがあります。何それ。ラージのアップ。やっぱメニューに英語で書いてあるところがちょっと別府っぽいよね、うん。ウェルカムだね。キューピッドさん。俺はバナナとレアチーズケーキ。ああ、合いそう。合う。そんなこと考えてるんだよ。いや、だってさ、バナナとカボスにはせんやん。カボスにきてる。ジョージーグリーンの美味しそうやけど、あんまりにせんの。入れ替えてるね。なくなったら新しいの出していい？モンブランめっちゃ似ないね。美味しそうだ。絶対シンプルにジャージー牛乳美味しいと思うんやな。うん、分かる。でもこっちはさ、クスタードバイだから。いや、これ美味しそう。2色のやつで、はい、で、モンブランとストロベリーキューピック。はい。お願いします。はい。黒ごまとピスタチオ。はい、どうぞ食べてください。溶けてる。6種類ありますんで、私のベストワンを。あ、お湯うまっ。黒ごまうまっ。めマイベストワンを選んでください、最後に。はい、おいしい。幸せな気持
ですね。上にバナナですね。下が牧場カスタードバニラだそうです。溶けそう、食べてみる。これは上バナナ。うまい。バナナいいね。いや、まだ下の段があるけん。下って何ですか？下は。自分だと、あ、下も食べた。もう食べた。すぐにいいな。これ下はシンプルなイチゴとバニラ。あー、ペロッと食べれちゃうわこれ。焼きバラ水、うん、いや、水ではないよ。ここで毎日アイスクリーム作ってます。全部さ、英語の訳が書いてる。うん、ちょっと痩せたな。痩せました。うん、何キロ痩せた？結構痩せたよ。痩せも3キロ、4キロぐらい。だってさ、気痩せするタイプないよ。お腹についてるかビールパーだから。へぇ、手足細い。じゃあ、審査映した後、私映さないで。誰やったらいいの？マスター。確かに。絶対勝てる。いや、ちかちゃんが一番魅力的よ。そんなことないですよ。マジで。いや、それなんでも違うわ。美味しいでございました。はい、食べ終わりました。幸せ。何も残してないの。帰って寝る。帰って寝よう。さあ、ということで6種類食べました。ちっさんの黒ごまとピスタチオで、ちかちゃんのモンブランといちごのバニラみたいな。うん、そしてマスターのバナナと絶対バナナと、なんだっけ、カスタードバニラ。さあ、どうして、地下ナンバーワンジェラートは何でしょう。バナナで。バナナ、はい、悩んだわ。美味しかったね。私黒ごま。いや、バナナと悩んだよ。でも黒ごまかなです。ということでした。ジェノバに行った時はね、ぜひ皆さんもお二人の好きな味を参考にしてください。してください。幸せ。はい、というわけで、美味しそうだなって思った方はチャンネル登録と高評価お願いします。はい、ということでした。じゃあまたね。ぜひ別府へ。いい街だぞ。色で想像できるものができんものがある。ピスタチオがあの色とかな。モンブランももうちょっとあの栗色じゃない普通なんだ。やっぱなんか人間のイメージがあるんだ。